特に東側の土石流は5箇所で発生したものが合流し、大規模なものとなりました。これは土石流の下流部分で、溝底交差点及び付近の販売店の周囲に土砂が堆積し、約30台の車が埋まったまま動けなくなっている状況です。相当な水量が流れており、東西に分かれた団地が通行できない状況です。また住民の方の話では、夕方6時頃は何もなかったが、夜8時頃からあっという間の出来事とのことでした。